は11時になりました、はい、まあ何かとね、気騒しい師走の半ばになりまして、皆さん何かとこう、苛立ちが募ってる頃だと思いますそんな皆さんをさらに苛立たせるのがこのコーナーでございます。頑張ります。ちょっとイライラしてるなと思う方、うん、すぐにラジオのスイッチ消してください。ダメだよ、もうちょっと辛抱して。いや、そっちの方がいいと思いますよ。ダメ、このコーナー、はい、今まで日向を歩いたことがない日陰ばっかりの人生だったなこちゃんにスポットライトを当てて何か面白いことができないかなっていうところで始まったコーナーなんですけども、はい、なんだろうね、最近またなんか日陰に戻りそうな勢いですよ。いや、日陰があるから日向があるのよ。うん、確かにそうですよ。でしょう。ですから日陰どうぞって、うん、だから日向の方へ向かっていくわよと。エイブ、このコーナー覚えてる、うん、いや、覚えてる。事故りたくないなと思って。そう、このコーナー生で聞いた人はいろんな不幸なことが起こるわけですよ。起きてないわ。どう、リアコース行く赤字になってない？聞いたら赤字になってます。なんで、そんな実際に行くわ。さあ、このコーナーはこの1週間に番組スタッフがネット検索をしている中で、はい、俺なんだろうこの言葉、気になったフレーズを今この場でなこちゃんに取材します、はい、そしてなこちゃんがその言葉何でも知ってるって言いますので、うん、何でも知ってる、歌って踊って説明をする、うん、そんなコーナーになっています。今日の調子は、はい、絶好調だよ。怪しいな。いやいやいや、なぜだ。ほら萌え弾、萌え弾、萌え弾してる。萌え弾してる。すっげかった。すごかった。すげかった。おお、うん、あ、知ってるかもしれない。知ってる、知ってる。この時期は欠かせない。あー、やっぱり12月だもんね。うんうんうん、12月だし、はい、この時期は萌え弾じゃないとダメだと思う。あー、うん、特に足か。足？足。あー、そうだね、足もそうだし、あ、そうなんだ。あの、手もそうだけど、やっぱりその関節とか。はい、あ、関節に萌え弾、うんうん、だよね。やっぱ当たったでしょ。いや、まずね、エイブが目をそらしてて、絶対俺は絡みに入れない。一緒に事故ろうよ。それでは歌っていただきましょう。なこちゃん、萌え弾って一体何なの、説明して。 Here we go。 うわー、よし、今日は頑張るよ。どんどんみんなに絡んでいくからね。一緒に事故ってよ。作るっていうなかなか難しいことだと思うんですよ。そうですね。だからこうやって前からね、作って一応こう、うん、ちゃんと話になってるじゃないですか。だからすごいこうたくさん、ね、多分歌詞を書けるタイプの人間なんだから。そうなんで、全然印税入ってこないの。いや、ただ中身がない。そうなんですよ。開けすぎて落とす。で、これなんか燃えらん、何だったの？燃やす？そう、燃やす、暖房っていう略なんだけど、燃え弾。そう、北海道ってもともとこう握ったりしてあっためるじゃない、はいはい、あれって使い捨てでしょ、はい、だけども燃え弾っていう袋があって燃えない、うん、そこに落ちてる、はい、いや、燃えないの燃えなの？あの、燃えるんだけど、中に燃えると燃える。C 熱々になってます。燃え弾っていう袋に葉っぱとマッチを入れるとその中で燃えるの。いや、すでにそれ火事ですね。それを手当て
と入ることで断面って変わってきますよね、それがもう素敵、可愛いって燃えるっていうので萌え断面です、そしたら私地層とかの方が好き、うん、あなたのことは何も聞いてないから、ね、でも今インスタグラムで話題になっているというものでしてね、若い子たち特に女子に大でしょ、可愛いの見せてもらったで、ポイントは金太郎飴のようにどこ切っても可愛いみたいなものではなく、切るたびにバラバラになってるっていうのがいいわけですよ、自分だけが発見した、私発見した、俺発見した、なるほど、その断面を写真に撮ってインスタグラムに上げていこうということなんです。なんだか最近わかんないね、何が萌えなのか、全然わかんない、まあ、何個には萌えません、ま、お願いだからマイクを指で触りまくるのやめてください、技術のカエロさんが今見られました、カエロさん萌えですね、カエロさん見たくねーって顔してたから、なんで今日みんな私だけ声滑る滑ってますよ、アネコン、アネコン、アネコンはもうね、そう私だわ、アネコン、そう、アネコン私、ほっほっ、完全に私のことだわ、ね、私だよね、え、どういうあなたですか、じゃあどういうあなたっていうか、まあ、女性限定だけど、はい、まあ、私とか、そうだね、あの、あそこにいるお姉さん、お姉さん、はい、うん、お姉さんもアネコンだと思う、はは、そうだよね、アネコンでしょ、あ、違う、あ、そっちのお姉さんもそうだ、はい、じゃあアネコンはね、なんかちょっと知ってそうなチラッという感じがしましたので、私の方で紹介しておきましょう、はい、このアネコン、年上女性と、うん、年下の男性の出会いの場を作る、マッチングサービスのことを言います、本当、はい、何、私当たってたと思う、いや、そんなの知らないよ、もう説明しちゃったわ、なんだって言えば、まあ、前ね、婚活パーティーやマチコンなどもいろんな婚活の形がある中で注目のコンパがこのアネコンなんですね、はい、具体的に言いますと、才色兼備の30代の女子、はい、才色兼備、はい、そしてフレッシュで元気な年下男子の出会い、はい、ここにフォーカスしてセッティングするわけです、はい、語源は将来の姉さん女房とコンパ、コンパなのでアネコンなんですね、いや、ぜひとも、で、このサービスの面白いところ、多分なこちゃんは無理なんですよ、なんで、費用がかかるのは女性のみ、男性はただ、え、なんでなんでなんで、フレッシュな男性、20代の、ね、年下の若い子、そして30代の一生懸命仕事をしてきて、お金をいっぱい持ってる、ただちょっと出会いに恵まれなかったの、仕事を一生懸命頑張りすぎて、そういう女性とのマッチングですから、女性の方が費用を払って、年下のフレッシュな男性は無理です、なので無理です、なこちゃんは出られないじゃない、まあ、最近こういうサービスでね、いい結果が出ない女性にとってはこれ救いのサービスになるんじゃないか、確かに、面白いですね、お金貯めよう、アメコンでございました、アメコンでよーっと、なこちゃんは無理です、なんでよ、頑張ります、そっち頑張るよりこのコーナー頑張ってくれないから、そうだった、キューカーボン、キューカーボン、すごい、みんな力が加わってて、このコーナーなんかね、ほんとにね、絡みづらいよね、私って、Aさん、あの、私に代わって絡んでもらいますか、いや、ほんと、勘弁してください、で、キューカーボンですよ、はい、いや、キューカーボンはほんとね、なんだかわかんないけど、忙しいんじゃないかな、わかんないです、知ってるけど、なんでも全て、なんでも物事、最先端のことは知ってるわっていう、そういう経験始まったコーナーだと思うんですよ、あの、キューキューを持ち出したとき、皆さん誤解をしないで、私は何でも知っているなっこだから、キューカーボン知ってるけど、どうしてキューカーボンにしたのかなって聞いてたよ、キューカーボンじゃございません、え、何、キューカーボン、あ、ボンか、いやいや、キューカーボン、バカ、バカ、何じゃないですか、それでは、歌っていただきましょう、ダッシュさん、もうね、全く期待してないけど、キューカーボンって一体何なの、教えてな、こちら、ヤミーゴー、キューカーボン、
え、すいません、休館日、え、どう考えても漢字3文字ですね。四字熟語でございませんね。三字熟語か。いやいや、そんな言い方もしませんけど。失礼しました。あの、まあまあ、まあまあまあ、まとめますとね。まとめましてください。その、一応歌ってる時に出だしの A 面は、その、休館日ってあるじゃない。お酒を飲んじゃいけない日。あ、お酒を抜く日、そっちの方がいいですね。新聞の休館日だと思ったわ。歌ってたんだけど、途中の B 面あたりから、休館日って果たしてその意味で合ってるのかっていう疑問になり、そのボンボンってなんだっけってな、ボン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 ってとこでなったわけ。まとめてください。めちゃめちゃいいとこだわ。ボンボン本当にね、ひでえですよ。やめてくださいよ。このコーナー台無しですよ。いや、台無しことが大当たり。皆さんいかがでしたか。皆さん笑ってましたね。いや、やっぱりすごいなと思いましたね。今回はここに降りるんですよ。考えてるところも歌詞にするんだなと。そうそうそう。いや、でもね、昨日怒られたの、それで。誰に？あの、ポルノグラフィティさんとか、有名な歌手さんの歌を即興で歌詞つけて歌ってくれゲームっていうのに参加したんだけど、そしたら怒られたわね。なんで？いや、ちょうどポルノさんが好きな人がいて、ポルノをバカにする。そう言われましたよ。で、キューカーボン、キューポンということなんですけども、やっぱり危ないから、はい、こちらから説明させていただきます。はい、お願いいたします。キューカーボン、はい、ダイヤモンドの原石、炭素で作られました。ダイヤモンドよりも硬い物質なんです。硬いわ。ね、こちら、アメリカ・ノースカロライナ州立大学の研究チームが開発した物質でして、炭素原子にレーザーを当てて、3700度まで熱するんです。熱い。その急速に冷やす。そうすると、ダイヤモンドよりも輝きのある物質で、しかもダイヤモンドよりも硬い物質が出来上がるということになるわけですよ。それ、何、どうすんの？意味が分かんないのに、早くて入れないでもらえない。まあ、地球上の自然界には絶対存在しえないものが、こうして、人工的に作ることができるんですね。で、少ない光でも一層の輝きを放つ。まあ、値段は分かりませんけれども、できたばっかりですから、ダイヤモンドよりも女性が憧れる、そんな素材になるかもしれません。なるほどね、プロポーズの時とかにね。まあ、一緒ないと思いますけど、ね。なんでよ、あるくせに。ということで、旧カーボンは黙ってたよ。ということで、旧カーボンはダイヤモンドの原石、炭素で作られたダイヤモンドよりも硬い物質でございました。はい、ああ、今日は笑わせてもらいました。どうしまして。ごちそうさまでした。